日本鉄道54-7600型は、かつて、日本国有鉄道の前身である、鉄道作業局、鉄道院、鉄道省に在籍した天田式蒸気機関車である。元は、関節鉄道が1889年に、イギリスのナスミス・ウィルソンで6両を製造した、車軸配置2から6から0型で2気筒端式の、飽和式天田機関車である。当初の形式は、W 型。 番号は13計8140兆1421億4414万6148で日本鉄道の路線で使用された。日本鉄道が国の支援から独立した後はその車席に入り W3-4 型に改称された。私鉄国有化を受けて1909年に実施された鉄道員の車両形式称号規定では7600型に改版された。 同時期に輸入された、キット尊制の V 型は同型車であった。7450型とは、主要所元は、ほとんど同一で、わずかに先は、第一同輪間の寸法が長く、過失がベルペア式という程度の違いであった。また、煙室側板は、なだらかな末広がり形状で、7450系、同様点だ機関車でありながら、側水槽を持っていたが、 キットソンの製品とは異なり、角張った形状で、第二動輪場の書き取りも、外観からは見えなかった。また、小型機関車を得意とするナスミス・ウィルソンが、日本向けに製造した唯一の転覇機関車である。当初の配属は、日本鉄道の東北線のほか、関節鉄道でも数量が使用された。日本鉄道席の機関車でありながら、 間接鉄道の形式も与えられていたのは、この経緯による。また、日露戦争時には、陸軍や戦鉄道ひさげり部に供出され、満州で使用されたが、前期無事に帰還した。国有化後は、黒磯、一関、大宮、宇都宮に配置され、晩年は名越線に移った。廃車は1922年7月で、前期が解体処分された。ありがとうございます。